はいどうも皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。クソデッキ製造工場工場長のリュウです。本日なんですが、皆さんカオスインフィニティというカードはご存知でしょうか。これ何だ、イベントか。この絶望の魔人気候帝、あ、気候神マシニクルインフィニティっていうレイドイベントで、ゲットできる最強のカードなんですけども、このカードのね、非常に有名な使い方がありましてですね、これ遊戯王に詳しい人だったらご存知なんですけども、これどういう効果を持ってるかっていうと、フィールドの守備表示モンスターすべて攻撃表示にしますと、要はリバースモンスターとかの効果を発動したりねすることもできますし、あと、自分から殴りに行くときに守備表示モンスター叩き起こすみたいな使い方もできるんですけども、これね、それだけじゃなくて、このその後っていうテキストが強くて、その後自分のデッキ墓地から気候モンスター1体を選んで特殊召喚するって書いてあるんですよ。守備表示モンスターはリバースとか裏守備モンスターをリバースとかもできるし、その後に気候モンスターを特殊召喚もできるんで、フィールドにモンスターが2体並んだりすると。でこのカードと一番相性がいいモンスターが何かって言いますと、幻想召喚師なんですよご存知ですかね、このモンスター。これ何のボックスか皆さん分かります？これね、なんとね、アルティメットライジングっていうね、一番最初のボックスに入ってるモンスターなんですよまさかね、令和の時代にこいつを俺はリバースすることになるとは思わなかったんですが、このね、幻想召喚師とカオスインフィニティのコンボがめっちゃ強くて、こいつセット してあってリバースすると、このカード以外の自分のフィールドのモンスターを一体リリースするとエクストラデッキから融合モンスターを特殊召喚できると。で、もちろん特殊召喚できるだけじゃなくて、この効果で特殊召喚したモンスターがこのターンのエンドフェーズに破壊されるっていうデメリット効果を持っちゃってるんですけども、こいつ UR なんだ、レアリティクソで。カオスインフィニティがそもそもモンスターを横に用意できるんで、デッキから特殊召喚できますから、気候モンスターが。だから幻想召喚師をリバースさせながらリリースする要因が出せると。つまりですね、幻想召喚師とカオスインフィニティ の2枚があれば、好きな、融合モンスターを出せますよということなんですよ。でですね、私はいろいろ考えました。出せるモンスター、ちなみに効果で破壊されないモンスターだったら強いんで、例えばですよ、有名なコンボは、この地点の騎士ガイアドレイクっていうね、これモンスターの効果で破壊されないって書いてあるんで、これで出せばこいつタラで出せるみたいな。でしかもこいつモンスターの効果の対象になりませんし、打点3000が上がるの強いと。とか、あとブルームディーバね、これ戦闘効果で破壊されないんですわ、このモンスターだから。幻想召喚してこのブルームディーバーを出すこともできるっていう、マジクソコンボなんですけどもさすがクソリッキ製造工場なんですけれども、私はね、これが出したいんですよね。そうね、お邪魔キングを爆誕させたいんですよ。でお邪魔キングはでも一応出したら、先行で例えばカオスインフィニティと幻想召喚師が揃ってて、リバースできたら、こいつ特殊召喚したらモンスターゾーン使用不可能にするんで強いんですよ、非常に強いんですが、なんとですね、エンドフェーズに破壊されてしまいます。このままだとエンドフェーズに破壊されるって効果あるんで、死んでしまいます。ということはですよ、ということは死なないようにすればいいんですよ。ということで私ひらめきました、悪空間物質転送装置あまりにも古のね、これからカイバル報酬かなんかでもらえるカードなんですけども、これでお邪魔キングを逃がしてあげれば、エンドフェーズ結局こいつの効果で特殊召喚したっていう、なんかその効果は消えてるんで、忘れるんで、こいつは記憶喪失になりますから。だから実質相手のモンスターゾーンを3箇所埋めることができるカードに早変わりするんですよ、先行で。でですね、このデッキなんと理論上なんですが、モンスターと魔法とトラップカードを全て無効化することができます。はい、マジで対話拒否です。これどうやってやっていくかっていうと、もちろんね、カオスインフィニティと幻想召喚師と悪空間物質転送装置っていうこの3枚コンボは先行で決めないといけないんですけどもそもそも成功確率何パーだみたいな話なんですけども、これでお邪魔キングを出していく。でモンスターゾーンを全部埋めると。で気候喪失を入れてまして、今回ね、こいつ気候と相性いいんで気候喪失入れてまして、これでワイゼルインフィニティを持ってきて、ワイゼルインフィニティを気候喪失で叩き割って出していくと。でこれで魔法無効、こいつ4番の効果で魔法無効あるからね。で余ってる、幻想召喚師とかをリリースしてアドバンス召喚すると、サイコショッカーが出せるんで、
これでトラップ無効、モンスター、魔法無効で、モンスター無効という絶望的な盤面ができるんですよ。はい、あの一応あのお友達と僕あの幹部会っていうメンバーがのとのルーム戦でやってみたらあの何回か成功したんですけれども、あのさすがに対人戦ではねそこまではいかなかった。でもねこの3枚が揃ったらマジ対話拒否はできる一応2枚揃っても一応ブルームディーバー出せるっていうデッキになってますんで、早速ね、このアルティメットクソデッキを、回していきましょう。ちなみにクソ事故りますリベルスタンバイ。カオスインフィニティ、カオスインフィニティ、カオスインフィニティ、カオス。一つ教えてやる。あ、強い。行くぞ。ハンド強い。めちゃくちゃ強いやんけハンド。歓迎が起きる可能性があるぞ。よし。多分これ相手サンダルだろう。多分サンダードラゴンと呼んでいる。サンダードラゴンはお邪魔キングを出せば結構きついと思う相手。まずはカオスインフィニティの効果発動。カオスインフィニティの効果により、俺は。モンスターをすべて攻撃表示に変更し、そしてデッキから気候モンスター1体、気候モンスター1体を特殊化する。そして幻想の召喚師の効果を発動。幻想の召喚師の効果によりフィールド上のモンスター1体をリリースし、現れろお邪魔究極合体。はい、もっこりキングいきます。もっこりキングいきます。キラーン、もっこりクソコンボすぎるなこれ、クソコンボすぎるマジで。ちなみにこれほっとくとエンドフェイズで破壊されます。はい、これ多分サンドラ、サンドラ読み、サンドラ読み、オーゴイス。よし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 、これはサンドラや。おそらくこのモンスター効果を無効にしてくるようなあのカードはモンスターしか入ってないから、これ多分無理だぞ。サンダードラゴンいいだろ。雷鳥竜サンダードラゴンでなんかめちゃくちゃ手札をマリガンしていく。これは打ち出の小槌の効果ですね。はい、打ち出の小槌の効果によって2枚で一気に戻して大丈夫か。2枚でいいだろう。エンドフェーズ入る、エンドフェーズ入るんじゃない。そのままエンドフェーズ絶望の悪空間物質戦争装置発動。おいおい、これで俺のモンスターは効果で破壊されない。トラップカード無効バトル。天才デッキできたわ。天才デッキマジでマジで天才。これに関しては天才。いやクソデッキだな。さすがクソデッキ製造工場だぜ。1、10、100、1000、まあ2丁目竜だ。先行は来た、先行は来た、先行はでかい、先行はでかい、先行でかい。たるカオスインフィニティ、うわ強い、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃに強い、めちゃくちゃ強い。これはねワイゼルインフィニティを持ってきておきましょう。ワイゼルインフィニティを持ってきておいて、最強モンスターをセット、史上最強モンスターをセット、史上最強モンスターをセット、これでターンを終了していく。ターンエンドだ、ターンエンド、ターンエンディングストーリー。カオスインフィニティの効果を発動。ドローフェイス、カオスインフィニティの効果により俺は幻想の召喚師をリバース、そしてワイゼルアインをデッキから特殊召喚、そしてワイゼルアインをリリースし幻想召喚師の効果発動。幻想召喚師の効果により現れろお邪魔究極合体。お邪魔究極合体。ゴミデッキだな。召喚ブミどうぞ。相手なんだろう、 TG かな。もうじゃあアンチの見つかってるから多分 TG だと思うんだよね。わら型だったらやばいですけども、なんかその魔法カード多めだったらワンチャン。あ、でも魔法カードのきついな、魔法カードの方がきついわ。なんなら月の人があるから。はい、さあ3枚のモンスターゾーンを、3箇所のモンスターゾーンを封じていくぜ。どうする、大丈夫か。アンチのみ、お前のモンスターゾーンは全部埋まってしまったぜ。モンスター効果発動、ミセラサウルス。よしよし、 TG や。なるほど、よし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 、いいぞ。今のところ非常にいい。メインフェーズ終了前、なるほど。エッドフェイズ悪空間物質
転送装置小島キングを一時的に除外し、はい帰ってください。おかりおかえりおかえりスイートホーム、私を倒してみろよし、魔法無効にしよう。気候喪失の効果を発動。気候喪失の効果により手札を1枚墓地の振り、水上のモンスター1体を、ぶっ壊していく。そしてあちらに今そのままあの召喚したらあの勝つっていうコメントはしないでください。で、気候帝ワイゼルインフィニティを特殊召喚。ちなみにワイゼルインフィニティはワイゼルインフィニティしか殴れないぜ。頼む頼む。これでモンスター1体来て、その次サイコショッカーよ。あ、援軍援軍援軍はいいよ、援軍はいいよ、全然いい。あのモンスター送んないや、はいはい、全然いい。月の書かなんか止めればいいから。よし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 。あ、ボリガールオーケー。これアドバンス書かの下敷きするからこうしといて。バトルメイズオリアーダイレクトアタック、いけワイゼルインフィニティ。これが最強だ、これが絶望だ少年よ、これが本当の絶望だ。どうやら理解しないから、そうだ、これがデュエルリンクスだ。さあ、お相手の方アポリア君じゃないですか、よろしくお願いします。ギリさん、バイアポリア君使ってる人に嬉しいね、非常に非常に嬉しい。これは幻想の召喚師セットセット、マジでさ、ランク戦全然アポリア使ってる人いないけど大丈夫？なんか新パックで気候強化されたらしいけど誰一人使ってないけど大丈夫かな、マジで。ダイナミストとかの方がいると思うんだけど、使ってる人。メインフェーズ終了前、まあいいや、まあそれはいいや、それはいい。で、ドロー、悪空間物質来たー。いやでもまあ言うてこれはさすがに今あれなんじゃないか、殺しに行きゃいいんじゃないか。カオスインフィニティの方が、そうカオスインフィニティの効果によって俺は幻想召喚師をリバースしながらデッキからスキルアインを特殊召喚、そしてフィールド上のモンスターをリリースすることによって幻想召喚師の効果を発動。幻想召喚師はエクストラデッキから融合モンスター一体を特殊召喚することができる。現れろガイアドレイク、そしてワイデルアインを召喚。カードを1枚セット。残念だな、お前のモンスターは俺が使っている方が強いようだな。ユケ幻想召喚師ダイレクトアタック。あ、なんかなんもねえ、大丈夫、死ぬけど。あなたこれでガイアドレイクのダイレクト、あ、うざ、やるじゃん、やるやん、まだあんだ、なんかなんだこのデッキ、なんだアポリアそのデッキ、サンナドラゴンか、伏せか、なんだあれ、全然あんねえな。私は感じない、ああはいはい、わかった、ドローセンスハイレベル、いや何これ、何デッキこれ、ドローセンスハイレベルって何、何引いてくんの、オノマト、テンパランス入ってるのにドローセンスハイレベルってどういうことこれ、テンパランス引いてきたらどうすんのこれ、モンスターを、そんなそんなバカな、ってたこれ所有者の刻印か、これ所有者の刻印かこれ、サタックやばいやばいやばい、何これ、ちょ人のモンスターリリースしすぎだろ、ふざけんな、これ刻印されたら終わるぞマジで。サタンクロース、えボルカニックス、やばこいつやってることやば、何こいつ、洗脳解除、まずい、これ物質転送したらどうすんの、これどうなるこれ、えこれ物質転送するしかねえ、物質を転送していこう、はい除外する、やばい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 、死ぬ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 、でも相手はもう通常召喚もできない、バトル、あ2500、ただ耐えた、耐えていく、耐えていくが、ボルカニックイーンで500ダメージが受けられていくが、物質転送装置、そうなるの、嘘だろ